ストーンエイジー。これは、あのハンターズの、2023年の新作、定価300円。本作は、タイトルの通り、石器時代を題材とした、ハンティング、アクション。ゲームの流れは、大マップからステージを選んで、フィールドワーク。その辺の動物をしばいたり、果樹をしばき回したりして、資源を集めて文明レベルを上げろ。動物は、倒したら持ち帰る必要があるけど、自分では運べない。果樹は触れるだけで入手できる。動物を運ぶには、その辺の原人と、エージェント契約を締結して、運んでもらえば OK。この、原人のスカウトが本作の肝です。原人に B ボタンで指示を出せば、代わりに動物を、しばかせたり、植物をしばき回させたりすることも、できる。ただ、植物などの回収だけは自分でやる必要があります。役割分担。原人は見つけただけ採用可能。人員を増やして、石器時代の王を目指せ。植物やら獲物やらを集めると、画面上部の、文明レベルゲージが上昇。これが満ちると、文明レベルが上昇、HP、攻撃、防御が上がります。能力の上昇は、後から加入するもの含め、仲間の原人全員にも適用されるので、一つ上がるだけで、結構強くなっちゃいます。しかもレベルは、かなりバリバリ上がるので、ちょっとの稼ぎで、ぐんぐん強くなっちゃう。成長が楽しい。ステージは、それぞれ構造、出現する動物や植物などが異なり、あと、拠点とボス面以外のすべての面に、仲間になる原人が配置されています。仲間になる原人以外は、ステージの出入りで配置し直されるので、美味しい面を、何度も出入りすれば、高速でテンポよく、レベルが上がっていきます。いい感じにステージを回り、レベルを上げ、仲間を集めたら、ボスステージに挑戦。ボスステージは、同じエリアの他の面と一緒に、まとめて解放されますが、ちゃんと通常ステージを巡回して、仲間とレベルを確保しないと厳しい強さです。自分でも攻撃できますが、隙がでかい割に威力が心もとないので、ボス戦は、仲間を突撃させて戦うことになると思います。仲間にも HP があるので、見ての通り、次々無残に散っていくんですが、倒れた仲間に近寄ってボタンをプッシュで、回復することができます。HP がマックスになるまで回復しないと、ユニットが復活しませんので、倒れた仲間を回復して、戦力を立て直すか、それとも立っている仲間で戦い、倒しきるか、あるいはバランスをとって、少しずつ倒れた仲間の HP を回復して、小刻みな復活を狙うか。そういう駆け引きがあります。楽しいと思う。自分の HP がゼロになるとゲームオーバーで、面がリセットされます。鍛えましょう。なお、地味に仲間が複数倒れているところで、回復動作をすると、複数を一度に回復できたりして、小回りの効いたシステムになっています。仲間がロストすることはないようですし、全滅しても、別段デメリットはないようです。優しいね。勝てなければまた鍛えて。再挑戦、全力でゴリ押せ。倒したボスは、他の獲物よろしく持ち帰れます。なおでかいのは、その分多くの仲間で持ち帰る必要があります。大仕事って感じが出て、嬉しいね。ボスを倒すと、次のエリアが出現。さらに、拠点へ戻ると、文明が発展し、新たな装備が解禁され、拠点の外装が豪華にもなります。文明。装備は、遠距離攻撃の弓や、無敵突き突進の槍のほか、回復の強化みたいなものもあり、進めるほどどんどん、ゴリゴリになっていく。大量の仲間を突撃させまくって、森林を伐採し、野生動物を仕留めまくり、レベルを上げまくる、この工程が楽しい。物量とボコボコサウンド、気持ちがいい。やることは、仲間を突撃させて、レベルを上げて、ボスを倒して先に進むと、結構大味で。かなり単純です。単純なんですが、完全クリアまでに30分くらいと、短い作りなので、
冗長さを感じる前に、単純に気持ちがいいまま走り抜けられてしまうという塩梅。気になるところもまああります。基本的には、テンポの良いゲームなんですが、獲物を仲間に運ばせ持ち帰らせた時、仲間が画面外に出てから、経験値に換算されるまで。ここにちょっとのラグがあり、経験値が発生するのを、棒立ちで一息待たないといけません。他の店舗がすこぶる良い分、この部分の街が、ゲーム中ずっと、目立つんですよね。あとは、マップのカーソル移動、初期位置が左固定なので。後半の面を周回しようとすると、移動が多くて大変とか。あとこれはバーチャルE ゲーマーの攻略が甘いかもですが、一部ボスキャラが、攻撃のチャンスが少なく、小刻みにしかダメージを与えられないので、やたら時間がかかるとか。クリア後要素も、ハンターズ、ゲームにしては、やや少なめかなという気も、しましたし。あと、みっちゃんの歌も、このゲームにはない。ハンターズ、ゲームといえば、みくちゃんなのに。そういうところは気になりました。ただまあ、総合的には単純明快、テンポよく気持ちよく、それでいてサクッと楽しみ尽くせる。魅力的なゲームだと思います。ハンターズ、ゲームを、始めるにあたって。初めの一本にも、いいかもしれません。どうでしょうか。バーチャルE ゲーマーの薄井が、ハンターズ、ゲーム情報をお届けしました。ひとかり行こうぜ。